1973年のロードレース世界選手権1973年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第25回大会である4月にフランスのポール・リカール・サーキットで開幕しハラマ・サーキットで開催された最終戦スペイン GP まで全12戦で争われた東ドイツ GP が 世界選手権のカレンダーから外れ、この年のグランプリは全12戦となった。ただし、第5戦のシ島 TT のリザルトには他のグランプリとは異なるライダーが名を連ねており、これは多くのレギュラーライダーや主要なワークスチームが満島のマウンテンコースを危険なコースであるとして出場を見合わせた結果である。この傾向は マンシマ TT が世界選手権から外れるまで続くことになる。また、イタリア GP では後述の 250cc クラスのスタート直後に発生したアクシデントの影響により、250cc クラスと 500cc クラスのレースがキャンセルされた。この年は前年にワークス活動を再開したヤマハがいよいよ500。 cc クラスにワークスマシンを投入したシーズンである。重要なマーケットであるアメリカ最大のロードレース、デートな200で勝つために 350cc を2つ並べた並列4気筒 700cc のマシンを開発していたヤマハは、それと並行して同じシャーシを使った 500cc マシンの開発も進めており、この 500cc ワークスマシンイザー500を 前年の 250cc チャンピオンであるヤあサーリネンと日本の S である、金谷秀夫のお二人に託して開幕戦フランス GP でデビューさせたのである。フィンランドのトゥルクにあるサーリネンの墓しかし、印象的なイザー500の登場以上に、この年は、モンツァサーキットで、グランプリ史上最も大きなアクシデントが起きたことで、記憶されるシーズンとなってしまった。 第4戦イタリア GP250cc クラスのスタート直後に起きた事故は15台を巻き込む多重クラッシュとなりヤーノ・サーリネンとレンツ・パゾリーニという2人のトップライダーが同時に死亡するという未曾有のアクシデントとなったのである直前に行われた 350cc クラスのレースでコース上に巻かれたオイルが処理されていなかったのが 原因だとも言われている、この事故で 500cc クラスのエースに抜擢したばかりのサーリネンを失ったヤマハはこの年のこれ以降のレースへのワークスチームとしての出場を見合わせ、翌年までいざ500がグランプリを走ることはなかった。その一方、この年はヤマハが水冷の市販マシン TZ シリーズのリリースを開始した年でもあった。TZ250 350は空冷の TD、TR と比べて最高出力などにはそれほどの違いは見られなかったが、水冷化によって信頼性、安定性が大幅に向上しており、芝叩く間にヨーロッパ中のロードレースを設計することになった。特に TZ350 は 350cc クラスのみならず、わずかな排気量アップで 500cc クラスや、 国内選手権の 750cc クラスなどの上位クラスに出場するライダーが続出した。メガボルト、アグスタと共に7年の間不動のチャンピオンであった、ジャコもアゴスチーニだったが、この年は2ストロークの新型マシンイザーを投入した、ヤマハと前年メガボルト、アグスタのチームメイトとなりこの年は 500cc クラスにも出場することになった。 フィルリードという内外の強敵と戦うことになった。イザー500は、ヤーのサーリネンのライディングによって、開幕からいきなりに連勝し、もう一台に乗るカナヤヒデオも開幕から3位2位に入るという、これ異常ないデビューを飾った。ところが、イタリア GP250cc クラスのレースでの事故によってサーリネンが死亡し、突然、エースライダーを失ったヤマハワークスは、 シーズン半ばにしてこの年の選手権から撤退してしまう。前年の 350cc に続いて 500cc でも4気筒の新型をデビューさせ、イザーという強敵がいなくなったメガボルトアグスタ陣営ではリードが第3戦西ドイツでメガボルトアグスタでの 500cc 初勝利を飾り、コースの安全性の問題によってファクトリーとして出場しなかった2戦を挟んで、 ダッチ TT では2勝目を挙げた。一方、チャンピオンのアゴスチーニは、開幕戦のフランスで、サーリネンを追っている最中に転倒してから不運に、見舞われ続け、シーズンも後半に入ってからのベルギー GP での、初優勝が、今、シーズン初めてのポイント獲得だった。アゴスチーニは続くチェコスロバキアでも連勝して、巻き返しを図るがその後も、 好調さを維持したリードがアドバンテージを守りきり、スウェーデン GP で3勝目を挙げて 500cc クラスでは初めてとなるタイトルを決めた。ついに 500cc クラスの連続チャンピオン獲得の記録が途絶え、ハンドメイドのマシンで1勝を挙げたキム・ニューカムにも遅れをとって、ランキング3位でシーズンを終えたアゴスチーには、 この年のシーズンオフに長年慣れ親しんだ、メガボルト・アグスタを離れて、最大のライバルであるヤマハへ移籍することを決意した。500cc クラスのタイトルを失ったジャコモはゴスチーニ。だが、350cc のタイトルを守ることには、成功した。ヤマハに乗るチューボランシ絞りが3勝を含む7度の表彰台という安定した速さで、 誰よりも多くのポイントを獲得したが、ベスト6000のポイントを有効とする、有効ポイント制のために、タイトルは4勝を挙げたアゴスチーニのものとなったのである。これが、アゴスチーニがメガボルト・アグスタで獲得した最後の、世界タイトルとなった。ディフェンディングチャンピオンのヤーノ・サーリネンと、ヤマハワークスのチームメイトである、金谷秀夫が、 開幕戦から3戦連続ワンツーフィニッシュという最高のスタートを切った。ところが第4戦イタリア GP での多重クラッシュによってサーリネンが命を奪われ、金谷も負傷して戦列を離れてしまう。ヤマハワークスがいなくなった残り8戦は市販のヤマハに乗るプライベーターたちの争いとなり、その中で1970年の 125CEC。 クラスチャンピオンであるディーター・ブラウンが4勝を挙げて、タイトルを獲得した。2勝の中ボランシボリは 350cc クラスに、続いて、ランキング2位となっている。ヤマハのケント・アンダーソンは、前半6戦のうち不出場のマンシマ TT を除く5勝を挙げて、選手権を大きくリードしたが、ダッチ TT での転倒によって、足を骨折する、大怪我を負い、 チェコスロバキア GP まで欠場せざるを得なくなった。しかし、シーズン後半は一転してヤマハに乗るチャスモーティマーや、ブリジストンのヨス・シャージャース、マイコのバリア・ヤンソンらが勝利を分け合う混戦となり、そのためにアンダーソンは、シーズン前半に気づいたアドバンテージを守り切って、初めてのタイトルを獲得することができた。デルビワークスの撤退によって 50cc クラスは、 クライドラーが支配するクラスとなり、中でも1971年の、このクラスのチャンピオンである、ヤンデ・フリースは、全7戦中5勝を挙げ、全面、アンヘル・ニエトに奪われたタイトルを取り戻した。500cc クラス 350cc クラス250、cc クラス 125cc クラス 50cc クラス、500cc クラス 350cc クラス250、 CC クラス 125CC クラス 50CC クラス。ありがとうございます。